台風は来てますけど、はい、では、ね、夏の終わりの春、忙しいでしょうから早めにやりましょう。全然早めにやりましょう。
Thank you.
でいいですか？他に戸村さんの他にいらっしゃいませんか？じゃあ思い出の投げ銭です。3番を飛ばして4番になるのかな。1番が赤いリンゴ。
母の子よに子だ。で3番と今ここで3番としてるのは歌いましょうかという歌詞になってますので、友田さんすいません、あの前に歌っていただいた時にあの4番歌われてたんで全部通してでは、リンゴの歌をいきましょうか。
ハイゼットバーみたいな車ですかね。軽トラみたいな。いらっしゃいませんかね。すみません、もう一度ナンバーに行ってもらっていいですか。ハイゼットに乗ってらした方いらっしゃいますか。大丈夫ですかね。白い車ですか。まあここには多分まいらっしゃらないですかね。こちら番号今、はい、奈良市の480の2-580の2-539 2-532 2-539っていう番号ですか。大丈夫です。あ、大丈夫ですね。はい、じゃあ、はい、すみません、はい、残り時間の方がですね、あと7分ぐらいになってきましたけれども、何かあります。川の流れの、はい、はい、これは、
ですかね。もう一曲だけ最後に皆さんと一緒にやりたいと思いますが、これはですね、福祉センターさんの方からなんかみんな最後に一緒に盛り上がれる曲をということで言われまして、明日がアルさんかな、はい、これは、誰が坂本九。今日はね、悪天候の中、本当にようこそおいでくださいましたね、はい、本当ありがとうございます。もしかしたら誰も来てくださったらいいかと思ってましたら、もう本当にたくさんの方に来ていただいて、また次回はですね、2月を考えてます。ちょっと1月と思ったんですけど、ちょっと用事ができてしまって、2月の、後半ですかね。そうですね、まだ詳しくはあれですけど、今日はスケジュールを調整して、先生に、はい、またちょっと気になる方は福祉センターの受付の方に日にち決まったなんていう感じで聞いていただいたり、はい、また印南市の候補の方にもまた乗りますので、はい、またちょっと注意して見ていただきたい。2月は2月でございます。寒かったね、風が入ったりしますけど、そうですね、まあ、そんな中でもなんか、よかったらまた遊びに来てください。ありがとうございます。じゃあ最後に明日があるさということで、今日は希望を持って歌いたいと思います。はい、行きましょうか。はい、じゃあ行くね。はい、大丈夫。1、2、1、2、3、4。